お疲れ様です。私から1点お話をいたします。国会の許しがいただければという前提でございますが、明日と明後日と横浜で開催されるEPEC閣僚会議に、議長として出席をしたいと、考えております。多角的な貿易体制の支持、そして保護主義の抑止、ボゴール目標の達成評価、また地域経済統合の加速化、成長戦略の策定実施、こういったものを意見交換をして一定方向にまとめたいと、このように考えております。私の方から以上でございます。ご質問ある方どうぞ。犬飼さん。大臣すみません、毎日新聞の犬飼です。よろしくお願いします。はい。大臣、昨日の衆院予算委員会でですね、はい、ロシア の、メドベージェフ大統領 の、国後訪問に関連してですね、はい、北方四島についてロシア化が進んでいると、でさらにその領土交渉についてですね、根本的に見直すことが大事だという発言されたんですけども、はい、この発言の真意ですね、で具体的に例えばこれまで その経済協力をテコにしたやり方とかですね、そういうものを見直すのかというような、何か不安があるのかと。ですいません、ロシア化と認識した理由についてももしお伺いできればと。要するに北方領土がロシア化しているという。すいません。まず根本的なことを申し上げたいのは、北方四島は日本の固有の領土であって、そして四島の帰属を確定をさせてロシアとの間で平和交渉を結ぶという考え方には、何ら変更はありません。ただ再三再四国会で答弁をいたしておりますように、2006年にロシアは閣議決定をして、クリルの発展計画というものを作って、2007年から2010年が第一次計画、そして来年から第二次計画に入るということで、これは資源価格の高騰によって資源国であるロシアがロシアから見ると最も端の地域である北方四島あるいは千島列島、そういうものに対しても資金を出して開発計画を行うということが今行われているわけであります。私が申し上げたのは、そういう意味ではですね、例えば昔は日本の支援というもので、例えば発電所を作ったりとか、私も択捉に行ったときに、日本が作ったんだという発電所を見ました。しかし今や5年前に私も択捉に、同じ時でありますけど行ったときには、地熱発電所というものを作ろうとしていたと、そういうことも含めて考えるとですね、この北方四島について言えば、日本の支援というよりは自らの資金で、いろんな開発を始めていると、こういうことでありまして、そういう意味でロシア化が進んでいる、あるいは非日本化が進んでいると、こういうことを、私は申し上げたわけであります。この先ほどの原則というものは全く変わっておりませんけれども、この北方四島に限っての経済支援というものがテコにはなかなかなりにくくなってきた、こういうことを私は申し上げているわけでありまして、ただ他方で例えばウラル山脈から東川、シベリア、あるいはサハリン、そういったものの資源開発、あるいはロシア全土のエネルギーの効率化、省エネ、さまざまな協力というものは日本の最も得意分野でありますし、そういったものをテコにして、領土交渉を進めていくということも大事なことだろうと思います。ただ1956年から結果的には領土問題が解決をしていないということを考えれば、そんなに簡単な話はないというふうに思いますけれども、私が外務大臣就任をしたということで、今までの歴史もしっかりひも解いて、かなりひも解きましたけれども、しっかりと
まあ、領土交渉というものをどのようにしていくのか、対露外交をどうしていくのか、まあ、そういったものをしっかりといわゆる形作っていきたいと、まあ、そういう思いで国会で答弁をさせていただきました。追加でよろしいですか。はい、じゃあ引き続き犬飼さん。今おっしゃったように、その極東開発、ロシア全土も見据えた上でですね、なかなか北方領土だけではテコにならないというふうにおっしゃいましたけど、今言ったようなアプローチというのはですね、先日気にさせたあの河野大使、新たなミッションを与えたと言いましたけど、そういったことも含めて、会社と会社のか、あるいは事務方にも具体的な何か検討させてるんでしょうか。河野大使にはそのような話はございません。関連してご質問のある方、吉岡さん。立石吉岡です。今のお話に関連してなんですが、お話の中でウラル山脈以東のですね、シベリアサハリンの資源開発とか、ロシア全土のエネルギー効率化というお話ありましたが、こういった内容というのは今度はAPECで想定されているですね、日露外相会談ないし首脳会談でも、議題になるという理解でよろしいでしょうか。まあ、今までも日本とロシアの間で例えばサハリン1とかサハリン2とか、そういったものの、協力、まあ、これは企業が参加をしたものであったわけでありますし、今までなかったわけではありません。まあ、さらなるそういったものの可能性も当然ながら模索をしていくことにはなろうかと思います。関連したご質問のある方、酒井さん。産経新聞の酒井と言います。先日大統領の北方領土訪問に関して地元の元島民の方たちは内閣副大臣に対してですね、外務省の説明が欲しいというようなことをおっしゃってました。外務大臣として現地に行かれる予定はありますか。それともう一点、歯舞台色丹への大統領訪問が言われてますけど、現状でのその情報の認識といいますか、捉えているものを教えてください。まあ、後者のご質問については日本の立場はロシアに何度も伝えております。昨日根室市長、それから根室市議会議長、そして千島連盟の根室の支部長さん、中根弘子議員と一緒にお越しになりまして、さまざまなご要望を賜りました。私も領土交渉を行う当事者になりました。1年前には北方担当の内閣府の特命担当大臣でございましたけれども、今度はロシアと直接話をする立場になりましたので、地元の方々のご意見というものはできるだけ早くお伺いしたいという気持ちはございます。関連したご質問になる方、山本さん。世界日報の山本と申します。よろしくお願いします。北方領土問題について、大臣今回も固有の領土あるいは原則的な日本の立場という表現でおっしゃってるわけですが、地元の島民の方、地元の方も含めて不法占拠されているという思いでいらっしゃると思うんですね。大臣のお話全部調べたわけではないんですが、今回にもおっしゃっている形を見るように不法占拠という言葉をあえて避けていらっしゃるような印象があるのと、あと、岡田前任者の大臣もあえてそういう言葉を使わないんだということをおっしゃってたようなんですが、そういう申し合わせがあるのかどうか。実際ちょっと長くなってすみません。外務省のホームページで北方領土という部分があって、そこを、ちょっとだけですけれども調べた限りでは不法占拠という言葉があるので、その辺の整合性など大臣のお考えをお聞かせいただけますでしょうか。はい、先ほど申し上げた通りで、北方四島は日本の固有の領土であり、そして、四島の帰属を確定をさせて平和条約を日露間で締結するということにつきます。関連したご質問のある方で、他のご質問のある方、安住さん。
フリーランスの安住です。昨日の夜に合意されました、あの韓国へ引き渡しが決まりました、あの朝鮮関係の図書についてお伺いいたします。この基礎となったあの首相談話によればですね、日本の統治期間中に、朝鮮総督府を経由してもたらされた日本政府が所有していたものということになりますが、朝鮮王朝儀器の件なんですけども、今回引き渡しが決まったのが167冊となっているんですけども、これに該当するのが163冊で、残りの4冊は売買を元にして、日本にもたらされたというか、日本の宮内庁が所有しているということになっているんですけども、この4冊も含めてですね、引き渡しの対象となった理由について教えていただきたいんですけども。はい、我々はできるだけ、8月10日の菅内閣総理大臣の談話というものに忠実に引き渡しをしようということで努力をしてまいりまして、最終的に昨日キム長官と電話会談で合意をいたしましたように、朝鮮王朝儀器の図書が167冊、その他の図書が1038冊、合計1205冊ということで合意をいたしたところでございます。関連してご質問、はい、安住です。あの4冊ですね、朝鮮総督府からを経由しないで売買によってですね、宮内庁にもたらされたものが含まれている理由は何でしょうか。とにかく8月10日の菅総理の談話に基づいて、できる限り精査をし、その談話に真摯な形で日本政府として引き渡すということで、最終的に決定をしたところでございます。関連してご質問になる方、他のご質問になる方、向井さん。読売新聞の向井と申します。週末に行われた報道各社の世論調査で、菅内閣のですね、内閣支持率が3割台前半にまで下落しました。その支持率の低下の理由として外交、菅内閣の外交のに不安があるという声もたくさん国民からは聞かれたんですけれども、大臣ご就任以来ですね、いろいろなその発生的な出来事もたくさんあったとは思うんですが、それも含めてですね、なぜこのようにその国民が今外交やその内閣の舵取りに不安を感じているのか、どのようにご自身は分析していらっしゃるか聞かせていただけませんでしょうか。一つは尖閣の問題、そしてその解決の、政府の解決の在り方というものに納得をされていない国民が多いのではないかと思っております。また今回のメドベージェフロシア大統領の国後訪問というものも、多くの国民が憤りを感じているのも事実だというふうに思っております。そういった状況の中で、もちろんさまざまなバックグラウンドはあって、それを根本的に、対処療法的ではなくて根本的に解決をしていくというのが我々の役割でございますけれども、現状において聞かれれば国民の意識というものは世論調査に現れるような状況になっているのではないかと、これは慎んで考えなくてはいけないと思っております。いずれにいたしましても、私が外務大臣になってから1ヶ月半でありますし、もちろんさまざまに起きている問題というものについては、しっかりと対応していかなくてはいけないというふうに思っておりますが、根本は、日本の国益をどう守り、そして、伸ばしていくのかということで、安全保障、そして大事な国との二国間関係、そして何よりも国益を増進させるための経済外交、これをしっかりぶれずにやっていく中で、その結果を国民にご判断をいただくということで、危機管理と合わせてそういったロングタームの問題についてもしっかりと
足場を固めて取り組んでまいりたいと考えております。関連したご質問のある方、で他のご質問のある方、神保さん。ビジネスの神保です。今のお話に関連してなんですけれども、その国民がですね、外交政策にまあ納得していない人が多いんではないかという大臣の発言がありましたが、これは大臣なぜなんでしょうか。つまりその政府がやっていることが、国民に理解されないのは、その国民が望んでいることが、先ほどの大臣の言葉が出れば、長期的なその利益に基づいた、国益に基づいたことではなく、短期的なものを求めているから、そこに底があるんだということなのか、それともやはり政府側の方に説明がきちんとできていないために、その政府の長期的な国益のために、もしかしたら短期的なそうした国民の求めている措置というものを犠牲にしているということがですね、十分に理解されていないところにあるのか、その乖離というのは大臣はどこにあるとお考えでしょうか。尖閣の問題でも、あるいはこの国後の問題でも、多くの国民の皆さん方が当該国に対して憤りを持っているということは事実だろうというふうに思います。私は過去の歴史を見てもですね、確かにそれは短期的に強硬に発言をする、あるいは強硬な対応を取る、それは国民の理解と関心と、ひょっとすれば支持も得られるかもしれません。しかし中長期的なタームの中で、いかにこの日本の外交をマネジメントしていくかということになればですね、短期的には物足りないと言われることについても、しっかりと国民に理解を求めながら、外交というのは言えることと言えないこともあります。そういった中で、しかし中長期的な国民の利益になるようなことをしっかりやってるんだという、信念を持ってですね、やはり取り組んでいかないと、日本のみならず過去にナショナリズムというものに乗じた政治家が、結果としてどういう方向に国を導いたのかという例はたくさんあるわけでありまして、そういう意味では私は短期的にはお叱りをいただいたとしてもですね、この国をしっかりと平和で安定をし、そして、誇りと尊厳はともに保ちながら、国民の安定した生活に資するような基盤を作る外交というものをやっぱ行っていくことが大事なことなのではないかと、このように思っております。はい、じゃあ関連して、ということは、今のご指摘あったように、支持率が下がっている原因の一つに外交政策があるんじゃないかという指摘があっても、外交政策でとおっしゃってるわけですね。じゃあ外交政策があったとあるということが分かっても、大臣としては日本の今の、外交政策のスタンス、国民からは短期的な、欲求という意味では理解されてないかもしれないけれど、それを、この支持率等の反応を見てもですね、変えていくおつもりはないというお考えで、ということでいいでしょうか。全てやはり結果が問われるんだろうと私は思います。例えば、短期的に何か強い政策に出る、反発をする、一般論ですよということについては国民の支持が得られるかもしれませんが、それによって、大きく国民の利益が失われることに仮になれば、それは結果として正しい判断をしていなかったということになるわけであります。私もこの難しいのはやはり、国民の誇り、そして、矜持というものは極めて大事にしながらも、それと同時に、やはり国力に合った外交というものをしっかり行っていくということ、そういう意味では私は
中曽根総理が昔おっしゃっていた中曽根4原則、外交4原則、つまりはギャンブルをしてはいけない、国力以上のものをしてはいけない、あるいは内政の延長線上で物事を考えてはいけないと、まあ、こういった考え方についてはですね、私は常に頭の中に入れてやっておかなくてはいけないと、まあ、このように考えております。では他のご質問のある方、山口、じゃ関連して、じゃあ二子堂さん。すみません、ニコニコ動画の七尾です。すみません、今のですね、大臣のお答えともしかしたら重なるかもしれない、あと世論と含めましてですね、あえてお伺いします。尖閣に関する例の衝突事件の映像のですね、全面公開を求める声につきまして、大臣はいかがお考えでしょうか。まず私国土交通大臣でございましたので、なぜ当初に出さなかったのかということを、まあ、今よく聞かれるわけでありますけれども、当時はご納得いただけたんですが、公務執行妨害で船長を逮捕しました。そして、取り調べをしてすぐに検察に送致をするということは分かっていたわけでありまして、そういうにおいては、このビデオというものが証拠物件として取り扱われるというのはもう目に見えていたわけであって、証拠物件として扱われるものの公表には非常に慎重であったということを、私は繰り返し申し上げておりますし、そのことはぜひ私は国民の皆さん方にはご理解をいただきたいと思うわけであります。まあ、その後にですね、この公表についてということで、いろんなご意見があるわけでありますけれども、まあ、検察の証拠物件がさまざまな意見が付されて、一部国会議員で、見られたと、閲覧をしたということでございます。まあ、それについてもいろんな意見があり、また今回流出をしたということであります。流出をしたんだから公開してもいいんじゃないかということになれば、検察がなぜ、いわゆる刑事訴訟47条というものに勘案をしてですね、出してきたのかといったこととの整合性が、まあ、そういう文脈の中で公開をすれば問われるということでございますので、まあ、今後はもともとがそういう司法の手続きにのっとって行われたもののマスターテープあるいは編集ビデオ、まあ、こういったものをどうするかということについてはもう一度原点に立って考えることが必要である。つまりは、捜査の過程の証拠物件として扱われたものをまだ処分保留ですから、その中で、刑事訴訟47条にものっとって注釈付きで出されたものなんだということを考えるという原点に私は戻って考えるべきだと思っております。では、ですね、他のご質問に移りたいと思います。山口さん。すいません、朝日新聞の山口です。本日午後ですね、横浜の方でTPP の関連でですね、現加盟9カ国と日本側の事務方の会議が行われたとお聞きしているんですけども、これは交渉ではなくて打ち合わせだとお聞きしているんですが、さりとってその前原大臣の方でですね、会議に臨むにあたってこの事務方の方にどのような指示をなさり、終わったばかりだと思うんですけども、どのようなご報告を受けているのかと、まずこのことをお伺いしたいのと、そもそもこの件大臣から我々ご紹介を受けたときにはですね、中国も加わっていたとお聞きしたんですけども、どうやら現場にはいらっしゃらなかったようなんですけども、この経緯について事務方もしくは事務方からどのようなご報告を受けているかと、その2点をお聞かせください。はい、報告についてはまだ受けておりませんし、他国がどう判断したかについては私がコメントする立場にはございません。ただそういった中国のみならず他の国で9カ国以外で関心を持っている国があったという情報があったという形の中でお話をしたわけであります。今回、今朝の閣議決定において
まあ、協議を開始をするということでございますけれども、参加を前提したものではありません。そして、この TPP については、各国の思いがどういったところにあるのか、やはりそれは各国が集まっているところでしっかり話を聞くということが私はベースだというふうに思いますし、そのことにおいて、ぜひ参加をして、各国がどのような、考え方を持って、またどのようなタイムスケジュールで、物事を進めようとしているのかということはしっかりと、話を聞いてきてもらいたいと、こういう指示は出しました。他のご質問のある方、伊田さん。週刊金曜日編集部の伊田と申します。よろしくお願いします。外務報奨費についてお聞きします。前の衆院外務委員長だった鈴木宗男さんがですね、12年前98年の、沖縄県知事選において当時の総理大臣だった小渕さんの指示で、外務報奨費を含む、内閣官房機密費3億円を投入したというような発言をされています。これについてはですね、当時自民党政権であったので事実関係については聞きません。で、今後の一般論としてですね、外務報奨費の使い方のあり方として、そういう都道府県知事選に使われるということについて、この是非についてどうお考えになっているかについてお聞かせください。まあ、答えは簡単ですね。ありえません。はい、関連して関連して外務報奨費の使い方なんですけれども、まあ、いろんな情報収集の仕方あると思うんですが、例えば新聞の記者、テレビの記者、それから、新聞通信社、民放、NHK なんかの幹部などと、職員が飲食を共にするときに、機密費を使うということについてはどのようにお考えでしょうか。まあ、中身次第だと私は思いますね。もちろん国家公務員ですから自らは情報 を、明かしてはいけない、明かす場合には、まあ、限度があるということでありますけれども、いろんな情報を持っておられるマスコミの方々との意見交換で、さまざまな情報を得ると、そして分析能力を高めるということはあっていいことだと思います。他方で単に、食事をして飲んで騒ぐというようなものについては到底認められないものであるというふうに思っております。時間の都合がありますので最後のご質問を受けたいと思います。ではそちらの方、マイク後ろです。フリーのジャーナリストの西中と申します。ですね、まあ、10月末に発覚した警視庁 の、 まあ、文書内部資料の流出の件でまだこちらの方に質問出てなかったと思うので質問させていただきます。まず大臣はこの資料をご覧になったのかということが1点 と、それとですね、まあ、この中にはその在日外国大使館に対するですね、まあ、詳細な調査ですとか、あるいはその治安テロ対策ということで、在日イスラムの人たち、イスラム教徒の人たちやそのモスクに対するですね、かなり広範な資料が個人情報も入った形で、調査されているんですけれども、外交やですね、その人権侵害の問題に発展するような内容も含まれていると思うんですが、この件について、在日外国大使館等からですね、問い合わせがあったのかどうか、それから今後この問題に対してですね、外務省としてどのように対応するお考えがあるのか、もしお考えあればお伺いしたいんですが、よろしくお願いします。私のところに、在外交官から、外務省に対して紹介があった、問い合わせがあったという報告は受けておりません。また、まあ、今回の件は極めて遺憾な問題でございますけれども、警察が一義的に今調査を行っているところでございます、捜査を行っているところでございますので、我々が今コミットメントをしてはおりません。大臣は資料はご覧になりましたか。見ておりません。よろしくございますか。では時間となりましたので以上で記者会見を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。